重たい。マジェネブーさん、金色のハートありがとう。あ、昨日ありがとうね、楽しかった、ありがとう。おはよう。めっちゃ強さ壊れちゃったね。ねえ、壊れちゃったね。また立て直そう。産経の授業終わったら速攻山口に帰省します。お、そっか、ゴールデンウィークがね、スタートしたりするから。そうだよね、いいね、帰省楽しんでね。もう、え、もうゴールデンウィーク始まってるよって方もいるのかな。いそう。おはよう、なおつさん、金色のハートありがとう。こうださん、金色のハートありがとう。ポロンさん、金色のハートありがとう。おはよう。おはよう。慎吾さん、黄色のだるまちゃん、たくさんありがとう。ありがとう。今日から、え、今日から5月だそういえば、そういえば今日から5月ですよ。5月がスタートだ、みんなね、早い、5月だ。あっという間ねえ、5月一発目、5月が始まった。早いですね。ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはでも、私のコンデミックは結構踊ってるかもステージにいっぱい立ってるかもしれない、今年のゴールデンウィークは。あ、お仕事行ってらっしゃいねー。かまちゃん、黄色のだるまちゃん、ありがとう。なおつさん、黄色のだるまちゃん、ありがとう。おはよう。五月病？五月病は大丈夫かな？多分大丈夫、今のところ。おはよう。あ、今月メール取ってますよ。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。9月もあずみメール、おはよう、おはよう。
昨日はでもお風呂入って1時2時前とかだった。寝たので、おはよう。ねえ、あ、ゴールデンウィーク普通に仕事だから頑張るウィークということで一緒に頑張ろう。そっか、そうだね、頑張る、頑張るウィークね。G いいじゃん。ねえ、お仕事。淡江さん、金色のハートありがとう。おはよう。5月も5月もよろしくお願いします。5月もよろしくね。おはよう。15日は T でつやったから見つけて、お、了解です。15日四国の日、ありがとう。見つける見つけた。四国、久しぶりの四国公演楽しみ。15日、おはよう。主見さん、夢見るピアノさん、ありがとう、ありがとうございます。おはよう。ね、4日もね、お話し会あるもんね。昨日もお話し会して、またすぐ近い、嬉しい。4日もね、あるね、楽しみ。ねえ、お仕事頑張ろう。おはよう。おはよん。5月、なんかフラワーフェスティバルがさ、毎年あるけんさ、この時期ないの、不思議な感覚です。ゴールデンウィーク、あれだね、 G7 サミットで来月6月になってるから、いつもさ、フラワーフェスティバル あるからさ、今年はないけん、なんかフラワーフェスティバルが毎回5月の目印だった。私はすごい、ゴールデンウィークにフラワーがあって、毎年行ってたわけじゃないけど、なんか5月始まりだっていつも思ってたから。そう、今年はね、あるんだけど6月にあるんですよ。5月のゴールデンウィークじゃなくて6月にあるから。おはよう、ありがとうございます。あ、明日科学活動オープニングアクト行くね。ありがとう、待ってるねそうだよ、明日も、明日オープニングアクトです。5月一発目のりゅやくん、黄色のだるまさん、ありがとう。おはよう。ねえ、そう、5月ってなんかあるっけ。なんか子供の日、子供の日っていうイメージだな。5月、なんか大きなさ、なんかあるっけ。5月ってゴールデンウィーク、ゴールデンウィークと子供の日の印象が一番強いねえ。
あ、クレに住んでたね。あ、そうなんだ。いいところだよね、クレね。おはよう。かつ、待って前すぎてきよ。ねえ、そんな気する。めっちゃあっという間に過ぎてっちゃいそうだよ。絶対早いよね、5月もね。ねえ、あずみんは大人。あずみん大人だよ。あずみん大人でしょ。みーぽん、あ、みゆぽんちゃん、確かに毎朝朝配信、私も配信終わって覗きによく行ってるな。配信終わったタイミングとかで。みゆぽんちゃん、5月にフラワーがあって6月にトウカさんがあるイメージ。え、確かに。え、トウカさんってどうなったの。トウカさんは通常6月にあるのかな。え、ほんとだね、トウカさん。そうだよ、浴衣着てトウカさん、母さんあるよね。おはよう。ツッピン、寝起きだからツッピンです。おはよう。コインの日なんだ。クエ行ったことあるよ。あります、何回か。フライケーキ、あれ初めて食べて美味しかった。くれ、もう一回行きたい。またゆっくりしたいんですよね。午前中だけちょろっとだけ行った感じだったので、その時が。ゴールデンウィーク実家に帰省するん？いや、もうね、実家はね帰省しない。できな、じ、なんか予定的にあんまりできそうになかったから、今年、今回のゴールデンウィーク。からこの前ゴールデンウィーク集まりみたいな感じでみんなでご飯食べに行きました、家族で。ね、おはよう。コロネさん、黄色のハートありがとう。え、大人だよ私。年齢的にはれっきとした大人なんですよ。そう、年齢的にも、年齢的にはもうちゃんとしてる本当の正真正銘大人、私は。でも本当だからね、本当に二十歳だから本当に大人なんですよ、本当の本当に。おはみん、ごめんね、今日長いのお仕事行ってきます。あ、広島にお仕事は。会いたいんだけど、私も。おはよう。あ、とうかさん6月2日から読んであるよ。あるんだ。じゃあ今年はとうかさんもあれもいっぱい重なるんだね。おはよう。ね、お話ししたいね。角さん、バラありがとう。そう、二十歳だもん。おはよう。広島コパセリさん、黄色のハートありがとう。おぱよん。見た目も大人。ちっちゃいけどちゃんと大人、本当に大人で、みたいな大人。ね、楽しみだ。
しみだね。5月。ゴールデンウィークのフェスが。おはよう。お、明日あずみに会うお仕事に。ありがとう、待ってるね。オープニングアクト待ってるね、待ってるね。かつ7回3期研究生のお披露目公演2公演見に行ってきます。おいいね、お披露目公演。お披露目楽しみだね。カモラゴさん、黄色のタコちゃん、ありがとう。おはよう。大人は自分から大人って言わないの？大人は自分から大人って言わないのか。おはよう。自分で大人って言ってるうちはまだ大人じゃない？お好みはどん派ですか？お好みはね、そば派です。そばが好きかな。おはよう。お、福山ゆくるずイベントも参加します。ありがとう。直接嬉しい。当日券販売あるかな。あ、明日？どうだろうかな。でも、あ、で、どうだろう。どうだろう、明日出るかな、情報があったら。ありそうな気もするような、ないような。おはよう。ありがとうございます。え、8連勤頑張って頑張って。そうなのね。大変だ、ゴールデンウィークだけど頑張ってください。頑張って。来勤ね、わかる。寝不足になっちゃう。え、わかる。私ももう1時間ぐらい本当に1時間ぐらい本当にあれになっちゃう。溶けちゃうよね、時間がね。溶けちゃうよね。あ、お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ、完売してるんだ、明日。そっか。完売してるのか。確かにゴールデンウィークだからね。それもありそう。あ、初めて公演参加します。嬉しい、ありがとう。楽しみだ、待ってるね。楽しもうね、明日。ありがとう。おはよう。来勤ね、結構ハマったら同盟、みんなも一緒に同盟組んでやろう。来勤やろうよ、やろうよ。待ってます、大歓迎だよ。まだ枠あるある、あります、枠あるのでね。カモンカモン、一緒にお待ちしてます。そう、
同盟、あずみんと同盟同盟組んでチャットとかでも結構ねお話もしたりしてるし、なんかみんなでゲームの中もみんなのお名前とか結構見えるから、私もみんなですごいゲームを やってる感がっていうか、やってるんだけどやってるからそうなんだけど、なんかよりすごいなんかみんなで一緒にゲームやってる感がすごいを結構感じれて、私はめちゃ嬉しいですね。それがね楽しい。ゲームの同盟、そうそう、組まない？一緒に。あずみんと同盟、あずみん同盟、あずみんちです。あずみんち、そう、チャットしたり、ライキンっていうゲームライキンライキンっていうスマホのアプリのゲームです。おはよう。あ、本当？すっきりしてるか。なんでじゃろ。めっちゃマッサージしたけんかな昨日の夜寝る前、関係ないか、顔のマッサージ。そう、ライキン、いってらっしゃい。タクプーさん、初見さん、おはよう、おはよう、おはよう。ね、布団、私もお布団から出れてないよ。じゃん、お布団の中まだお布団、お布団出れないよね。めっちゃ花柄、これかわいい、新しい布団。かわいいよねこの花柄、これで寝てますいつも、こうやってこうやって寝てるよ。あ、シールドあり忘れてるけん、話しようと貼ったらいい。シールドね、声が、シールドないんよね、もう。あれどうやったらゲットできるんじゃろ。あれかな、ダイヤとかで買わないきゃいけないのかな。シールドね、8時間で切れちゃうんだよね。一生シールドとかないのかなシールドが噛んで切れちゃう。ね、しかもそう、めっちゃね偵察される、いっぱい偵察されちゃって、いろんな人に偵察いっぱいされちゃう。そう、え、そのゲームまず見るならしてみたくなってきた。ほんま？やろうよーやろうよー、やりましょうよやろうよ一緒に、あずみん同盟入ろうよ。
あれだよね、ローモバみたいな感じとゲームの雰囲気とかは似てるかもしんない。座標とかがあったりして。ねえ、明日のうちは作ろうかな。え、ほんま？え、めっちゃ楽しみにしててもいいやつそれ。横から、横から、こっちの方がいいか、横から。え、もう本当にガチ布団だよ。添い寝、添い寝配信。添い寝配信です。おはよう。ね、シールドちょっと、そいね。布団、布団おいで、横空いてるよ、一緒に寝よ。添い寝、みんな布団が恋しくなっちゃう。でも添い寝配信なんてしたら。結婚、りくちゃん結婚してありがとう。布団から投げキッス、ちょっ。こけ玉さん結婚してありがとう、ちょっ。ね、眠たくなっちゃうよみんな。おはよう。布団の中、コンプラセーフ、コンプラセーフよ。そんな危ない、これ、危ないのかな、危なくないよ、危なくないでしょ。メイル君結婚してありがとう、ちゅ。矢吹さん結婚してありがとう、チュ。ダイレクト、ダイレクトキス。しんごさん結婚してありがとう、チュ。おはよう、おはよう。5月一発目からそういうの配信やっちゃった。おはよう。ダメだこれ、私一生このまま、このままもう、え、眠れちゃう。これ大丈夫、私眠れちゃうよ、眠っちゃう、このまんま、このままやってたら。眠っちゃうわ。あ、ごやんさん結婚してありがとう、ちゅ。寝ちゃうわ。おはよう。静かんてんぱんたけさん、音符ありがとう。
あ、ハートもありがとう。ダメだよ、このまま寝たら、このまま寝たら大変だ。真っ暗になっちゃう、多分画面が。ひであすみさん、バラありがとう。よいしょ。起き上がり民。ベッドからの起床。よいしょ。起き上がり民。そう、こんな風に起床、一回もぞってベッドの中で丸くなってもぞもぞしていつも起きてます。もぞもぞしないと起きれないんですよね、本当に。もぞもぞしないとシュタッて起きれる人になり、になれない。添い寝タイムは終わり。添い寝終了です。また次回の添い寝を楽しみに。そう、起き上がりに、おはよう。もぞもぞしないと起きれないんですよね。終了です。あ、遅刻しそうなら OK。 確かにね、それはあるかも。休みだからまだ寝てる、いいやん。もう休みの日は思いっきり、私も一生寝てます、休み。ね、お、いってらっしゃい。確かに、エネルギーチャージ完了。あ、あつさん、レインボースターありがとう。圧倒的寝不足のせい、さっきの添い寝っぽい感じが圧倒的に悪魔に見えたけど、いや絶対ね、眠たくなるよね、あんな添い寝配信。眠気襲っちゃうよ、みんなの眠気を。ねえ、お布団だから絶対に起きなきゃいけない時間の30分前45分前ぐらいから目覚ましかけて、目を覚ましつつ、そう、もじょもじょします。おはようね。最高、何時間寝たことある？何時間かな、何時間だろう、十何時間とかな気がする。最高十何時間ぐらいかな。もちょもちょね、嫌なやつか、夢か現実か。ね、現実だよ。現実、夢じゃないよ、現実ですよ。おはよう。ね、めっちゃお腹空いてきた、お腹空いてきた。
今日ねパンがあるんよね。コストコで買ったパンがあって、それね食べようって思ってて、今日の朝ごはん4種類あるんよね。お腹すいた。納豆卵最近食べれてない。なんかご飯がさ、いつも2合炊くんだけど、ご飯炊くときって、そうなんか夜ご飯で食べてちょっと余るんよ。で余るのをなんかラップに入れてくるんで、冷蔵庫入れたりとかして保存して翌日とかで食べたりしてるんだけど、そうなんかご飯がね、いつも朝に回らないんだよねなんでなんだろう、なんで朝に、なんかあ今日は納豆卵かけご飯食べるぞって気分の時、今日は納豆卵の日だって思った日の朝は、朝はねほぼねお米がないんですよねそう大体ちょっと余るんだけど、毎日炊いてないんですよ。うん、お米自体も毎日炊いてなくって、そうなんか毎日炊いてないからお米がないのか。いつも実家だったらさ、実家も毎日炊いてるから絶対に毎日お米があるんですよね、食べるお米が。そうでも毎日食べる、なんだろう、どんな時どんな、毎朝お米がねないんだよね。だから納豆と卵は常備してあるけど、最近納豆卵食べる機会を失って、でもブームはずっと去らずに、ブーム一時期の納豆はちょっと去ったかもしれないけど、納豆卵は変わらず大好きです。おはよう。でも一時期よりも熱はちょっと去ったかも。納豆ってもう3食納豆いけます。今もいけるけど3食納豆にはしないみんなそっか、あと当たり前かな。昔からおじいさんかわいい、ありがとう。そう納豆はもう変わらずに大好き。納豆卵かけご飯は大好きだけど、自ら3食は食べてないな。昔もう納豆愛がすごい時はもうお昼も納豆がいいし、朝も納豆がいいし、どんな時でも納豆食べる、なんかもう3食納豆食べにしてたというかご飯に困ったらとりあえずもう納豆卵かけご飯だった。太郎さん、初見さん、おはよう、ありがとう。
熱しやすく、うん、冷めやすい、それはあるかもしれない。うん、物によって、そうだね、熱しやすく、熱しやすいのはめっちゃ熱しやすいかもしれない。わさび納豆、え、わさび納豆がいいの？わさび納豆ね、食べたことあるね、もう一回多分、あ、違うかな、なんかわさびだったわさび味が、結構わさび味がした。私パキッと納豆です、一番好きなの。ね、納豆3食いけちゃう、体にいいしね。おはよう、主権さん、アストロ松本さん、ありがとう。3食安住いけ、全然いける3食安住、安住、安住1食でもこってりしてるよ安住の1食結構こってりしてますよ。おはようねえ、納豆でも、納豆、その話してる、されると、その話したら納豆食べたくなってくる。納豆卵かけの話したら、今日はパンのお腹、パンのお腹にしてたけど食べたくなっちゃうわ。ヒロさん、黄色のだるまさん、ありがとう。ね、まあでも健康にいいよね、納豆。コレステロール、コレステロール、ね、タンパク質が安住のダンスの系と関係あるのかもしれない。え納豆のおかげ、納豆のおかげでキレキレダンスができてるのかな。そういうのでもあるの？タンパク質いいのか。ファンのことは冷めないでね冷めないよ一生冷めませんみんなのこと冷めないよおはよう。でもお米ない、お米ないんですよねそうなんよね、お米がないんよ、お米がないけん、結局パン、パンだな今日は。あ、車で頑張ってね、気をつけて、いってらっしゃい。お仕事行ってらっしゃい。おはよう。納豆トースト？めっちゃ美味しそう。納豆トーストしたことないな、あんまり。納豆トースト、納豆チャーハン食べたい。またこの前、前に作った納豆チャーハン美味しかった。パンはね、そのパンはコストコのはね、なんかタッパーみたいな、タッパーじゃないけど、こういうポコ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 みたいな箱にいっぱい入ってた。おはよう。よし、じゃあでもそろそろ男女読もうかな。誕生読もうかな。13位、よいしょ、あ、帰っちゃった。13位、中田田さん、ありがとう。12位、とっちゃんぼやさん、ありがとう。11位、つのさん、ありがとう。10位、まさたろうさん、ありがとう。9位、これは瀬戸内の太陽さん、ありがとう。8位、なおずさん、ありがとう。7位、みきお先生さん、
ありがとう。6位昼休みさん、ありがとう。5位たくさん、ありがとう。4位ナポリンさん、ありがとう。3位ゆずきちさん、ありがとう。2位あつしさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルバン、しんごさん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう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 。またね。また夜に会いましょう。ありがとう、朝配信。朝からありがとうございました。じゃあ、ねえねあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねあずみんって言ってください。いきまーす。せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ、いってらっしゃい、頑張ってね。いってらっしゃい。バイバーイ。